全日本吹奏楽連盟作曲コンクールは、全日本吹奏楽連盟が2008年度より2021年度まで開催された作曲コンクール。若手法人作曲家の発掘を目的に開催されていた。第1位受賞作品は、次年度の全日本吹奏楽コンクール課題曲 V として採用された。規定としては、中学を除く部門を対象とした3から4分程度の、 吹奏楽曲の開発を意図した現代的な作品とされていた。更新曲の応募も認められていたが、更新曲が第一位を受賞したことは一度もなかった。その一方で、オスティナートを多用する作品は当選していた。本コンクールと同様に受賞、入選作品が課題曲となる朝日作曲賞と比較すると、応募総数は毎年多くなく、 最終回の応募総数が17作であった。編成はかつて派として、多様な編成が望まれていたものの、現在は、オーボイトファーゴット2本が義務付けられ、変更可能箇所は打楽器、ピッコロ持ち替え、フルートパートのみであった。題名に、アラビア数字とローマ数字は、使えるが、アルファベットは使用できなかった。全日本水槽楽連盟の2021年度7月理事会において、 当初の目的は十分に達成できたと考えられることから課題曲部位の廃止と当コンクールの公募停止が決議された。ありがとうございます。